17歳のダックスフンドなんですけれども耳の裏のところにですね出来物ができてたんですけれどもだんだん大きくなってきましてそのですね、出来物のところからですねにじみ出るような感じで若干の出血もあったので,で周りがですねこうかさぶたになってきてあの触ったりするとまた剥がれてそれでまたちょっと。 血が出てくるといった感じの繰り返しであの耳の周りの毛もですねちょっとあの汚れたりしてるのでばい菌とかも入ったらあまり良くないなと思ってでこのですねあの出来物を切除してもらうということになりました、はい、で切除した後はですねあのかさぶったみたいなまだ乾いてない状況の時にですねあの動画撮ってるんですけども、まあ、そのような感じで撮ってもらいました で大体ですね、えー、5ヶ月後ぐらいですね5ヶ月後ぐらいの様子もですね動画で撮ってましてそこはもうですねあの毛もだいぶ入ってきてふさふさになって治ったといった感じです、はい、もう17歳の時なのでだいぶ老犬だったんですけれどもそれほどですねあの炎症とかそういうこともなくあのこれぐらいの出来物の切除ぐらいだったら大丈夫でした